ハンジミン、キュートなウサギに変身。ドラマ撮影中の姿を公開。動画あり、写真。イコールハンジミン、インスタグラム女優ハンジミンがキュートな魅力を披露した。ハンジミンは17日、自身のインスタグラムに、涼しい週末を、過ごしてください、という書き込みとともに、短い映像を公開した。公開された映像の中でハンジミンは、テレビ N ドラマ、知ってるワイフ、の撮影現場でファンから送ってもらった飲み物を飲みながら可愛らしい表情をしている。アプリによってウサギの被り物が加わると、ハンジミンの魅力がさらに倍増された。これとともにハンジミンは、ファンナがプレゼントされたコーヒーカーも公開した。ハンジミンは、お腹いっぱい、心もいっぱい、感謝の気持ちをいっぱい抱えて今日も、知ってるワイフ、チームみんな頑張って走ってみます。ありがとうございます、という書き込みとともに、数枚の写真を掲載した。写真の中のハンジミンは、ファンがプレゼントしてくれた飲料やデザートを持って明るい笑みを浮かべている。知ってるワイフの役であるソウジンの銀行員の制服を着たハンジミンは、愛らしい。顔はもちろん、鼻のポーズまで披露しながらファンに向けた感謝の気持ちを伝えている。ハンジミンは現在、子孫などと共に、知ってるワイフの撮影中である。知ってるワイフは 7% を超える視聴率とともに水木ドラマの中で1位を占めている。ハンジミンさん、@ローマ.m がシェアした投稿2018年8月17日午前1時33分 PDT 動画はクリックまたはタップで閲覧できます。